まあ、新しいこと何かやらなきゃいけないで。ただその新しいことっていうのは百発百中じゃないんで、まあ、いろんなことやろうと思って、えー、いろんなアイデアを試すっていうのはもともとあったんですね。でその中で、やっぱりその、捨ててしまっていた短くなっちゃった意図っていうのを、あの、まあ、もったいないっていう感じよりは、せっかく綺麗なんだから何か生かそうよっていう気持ちがずっとあって、いろんな人に相談してました。 その中で、えー、岐阜に、えー、大垣ですね。岐阜の大垣に、イアマスっていう、あの、デザインとかアートを勉強する大学院があるので、まあ、そこの先生とご縁があって、えー、なんかできませんかねっていうのが、まあ、スタートのきっかけです。自分と違う人自分と違う視点とか自分と違う能力を持っている人と一緒になって、新しいものを、 あの、新しいコンセプトとか、新しい形とか、新しい価値を作っていくこと。どうしても、その自分のプロフェッショナルとか専門性っていうのは、あの、大事だと思うんですけど、そこにだけこだわ、あの、こだわってしまうと、今まであるもの、あの、そういうものだけになってしまうと思うんですけど、やっぱりそれだけだと、今の時代、時代が変わってきた中で、えものづくりっていうのは残っていかない、あの、さらに発展していかないと思うので、 まあ自分ができることっていうのはやっぱり自分のプロフェッショナルであるところの繊維をまあ土台にしながらもそれだけにとどまらずにまあ3つ桁で言えばこういう建築とかデザインやってる人たちとコラボレーションしたりもう紙を作ってる人とコラボレーションしたりそういう発想の枠を超えて一緒に新しい価値を作っていくっていうのが僕にとってのものづくりかなと思ってます。